皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は第32回私立学校合同進学相談会、学校お城のお知らせをします。これ県内最大級の合同相談会で、対象となる学校は全国の私立学校、このようになっています。全国から22校が会場参加してくれて、資料参加の学校は57校あります。日時は2020年6月9日の日曜日、結構近いですね。時間が12時10分から16時10分、会場は沼津卸商社センターになっています。入場は無料です。内容ですけれど、12時20分からの壇上本音座談会で、学校の説明会では聞けないような学校の本音とかね、隠れた、情報、こういうものが聞けるそうです。各校の個別ブースではもちろんね、進学とか受験の相談をしてくれますし、子育てお悩み相談のブース、これね結構人気があって並ぶそうなんですけど、ここでは保護者の方の悩みの相談、男の子はどう育てたらいいのとかね、女の子、どんな進学向いてるかな、うちの子はどうかななんていう相談にこれ乗ってくれるそうです。で、何でも受験相談、ここのブースでは受験勉強についてね、どんな風に勉強すればいいのか、夏はどう過ごせばいいのかとかね、いつから受験勉強を始めればいいのとか、そういう細かな具体的な相談、アドバイスがいただけるようです。今回は第32回私立学校合同進学相談会、学校お城のお知らせでした。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。